本当だ、寝てる。すっかり待合室に慣れて。慣れちゃった。な、ダボダボして、全然関係ないな。余裕で寝てますね。マンペースで、いいことです。150ごめんね、寝てるところ、すいません。おぉ、来た。151。昨日の夜測ったら152で、輸液注射してもらう前が昨日の夜はね、点滴をね、7.4 してるから、それがすぐは吸収されないから。要するに、例えば5ミリ上げたら5グラム増えるみたいな。そういうことですよね。で、おしっこ出て、はい、血液循環しておしっこ出て元に戻すと、はい、そういうことになりますね。なるほどね。ちょっと健康チェック用はあります。あります。ちょっと書くとこが最後になってしまうので新しいのね出しますね。あと寝てる時の動画を2本撮ってきました。撮りました。1本は待合室で寝てたんで撮ったんですけど。なるほどね。ちょっとじゃあちょっと先にこれだけやらせてくださいね、はい。奥から呼んできて、一人。はい。トリアさん。サポートお願いします。てか、ちょうだい。はい。60の高専照射。高専照射。はい、お願いします。60の3分。はい、この子ね、はい、割とじっとしててくれるから。それで、下の方ね。うん、下の方にある。お腹の方。お腹から下の方。おしっこ出る方ね。で、これが映るよ。はい、オッケー。うん、なんか34でだ。昨日は6しか出てないんだよね。そうです。平均すると大体20とかになる。ですね。だからまあ、これ鳴らせば20だよね。そうですね。あと病院のこの行き帰りで11個が。11個プラス、あと家で出た分がこの数なので、これが病院で出た分で、家で21個。団子ってさ、昨日何グラム分ぐらい食べた？団子、昨日は 6グラム分ぐらい食べました。6は食べてないです。24時間で、調子がいいと6とかなんですけど、昨日団子が3分の1は残ってたので、半分ぐらいなので、多分3分の2ぐらいね。あとは4ぐらいか。羽は全部食べてたんで、結構入れたんですけど。いいですよ、もうどんどんやってください、この子。あの、脂肪の多いやつ。タンパク質ももし取れるといいんだけど、その辺は食べないんでね。お豆腐とかささみとか。白身ゆで卵の白身は食べなかった。ちょっと豆腐、今家にあるんで試してみます。そうですね。だから脂肪分が多いのと、タンパク質もちょっと。はい、炭水化物はほっといてもなんだかんだ取れるんでね。はい、だからどっちかというとタンパク質も大事だから。でね、今日ね、お薬ね、はい、ドキシサイクリンっていうね、ハムさんに使ってもいいやつを出しますん で、はい、でこれ A の2番にしておきますから、はい、でメトニダゾール A の1番に入ったのこちらに変え、はい、混ぜますね。メトロニダゾール、はい、それからどっちも苦いからブドウ糖をめっちゃたくさん入れます、ね。ありがとうございます。それでも苦そうだったら、はい、蜂蜜ね、はい、あのこうで、こう揚げた後にすぐ次に蜂蜜シュッと。だからこれを1日2から4回、やっぱり2から4回ね、A は。別に5回やってもいいんだけど、はい、あのとにかく、まあ、4回がぐらいかな、はい、で朝昼夕方 B はですね、1日1回、はい、だから A の2番で、だから A1、A2 でセットでトントンと飛ばしてほしいですね。はい、なので、お薬のボトルは今回3本出るということですね。そういうことです。A1、B です。そうです、はい、3本出ます。なかなか3本出すから、そうないんだけどね。はい。ドキシサイクリンで、まあ、今使ってるのとちょっと毛色が違うというか、作用機能がちょっと違ってくるんだけど、はい、そういうのが効いてくれると思うんだけどね。本当はね、はい、理想を言わせてもらうとね、綺麗、もう一回、綺麗なおしっこを取って、はい、培養するのが一番いいんですよ。どういう細菌か分かって、そういうことですか。どういう細菌か分かって、はい、で分かった上でそれに対して抗生物質を10個ぐらいパッチを当てて、あ、そうすると、そう、例えば
苦い思いをたくさんしなくて、ただね、ただ、はい、とはいうものの、はい、その10個ぐらいやるんですよね、はい、でもその10個のうちさ、多分半分ぐらいはこの子にダメなやつなんですよ。あー、下痢しちゃう可能性のあるコースですよ、はい、だからもう本当に限られてるわけ、はい、だからまあ、もうあと1個クロラム変異コースで昔からある抗生物質があるんですけど、はい、まあ、いっぺんに全部使っちゃうと、はい、どれが当たってるのかわかんないから、はい、とりあえず小さ、はい国をちょっと使って1週間、はい、の様子見て効かなければ次試す、そういうこと、そういうふうに、はい、だってどっちにしたって毒死サイクリンかクロラムフェニコールかそれぐらいしかないんで、はい、あと使えたら、はい、だからまた新鮮尿を取るんで、そんな言うほど簡単なことじゃないからさ、あ、はい、うん、ワンちゃん猫ちゃんだったら潜水して抜いて、あ、そうですね、ちょっとこの子怖いからね、はい、当てっぱなしにしてくださいね、当てっぱなしにしておいてください、ネット持ってきて、洗濯ネット、洗濯ネット持ってきて、はい、だけどあの薬も大事なんだけどさ、はい、もうそれと同等以上に大事なのがさ、はい、栄養を取るってこと、はい、栄養を取ってなかったらさ、はい、治る力が湧いてこないじゃないですか、6個入れます、まだいい、そのままで、まだ、はい、治る力が湧いてこない、はい、そうなんですよ、で免疫力を高めるためにはやっぱりさ栄養面で考えると、はい、タンパク質がめっちゃ大事なんだよね、はい、まあ、脂肪もまあまああってもいいかなとは思います。冷凍の小さい豆腐がをこの間見つけて、子供の離乳食用に買ったんですけど、ちょうど家にちょうど持ってるぐらいの本当小さいサイズの冷凍豆腐があるの で、はいはい、で解凍して揚げ、あ、まだこれから、はい、揚げれると思います、やってみてください、はい、豆腐とか普通あんまりスーパーで買ってきて使い切るのが大変とか、人間がお豆腐食べるときにほんのちょっとあげればいいですかね、はいはい、じゃあ昨日何個ぐらい食べたんですか？昨日、サバコに5つ6つは多分入れたので、で作る前に3粒入れて全部多分食べてるので、ひまわりの種は結構昨日から9粒ぐらい食べたんじゃないかなと、さてと一回止め